みなさんこんにちは、みこいチャンネルのこいです。みこです。こんばんは。こんばんは。緊急事態です。急遽動画を回してます。じゃ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 ん。何これ。見てください、事件です。これハムスターの容器なんですけど、これね蓋してるんですよ。これね、あの回るなんて遊び場、なんと見えるかな、琥珀ちゃんが割っちゃったんですよ。ここから脱走しちゃう。脱走しちゃうんです。これが大変です。ほら。手がかわいいね。これ危険なんですよね、こう溶けててね。そうなので、あ、ちょっと、あー、脱走したの。脱走したの。はい、止めます。気持ちいい、気持ちいい。それでケースを買ったわけですよ。でね、もうこのままじゃったらやっぱ危ないし、あとはね、あの視聴者さんからコメントがいくつかね入ってきてて、はい、ちょっとこの種類はあの体が大きくなるあの個体だから、18センチから19センチ、そうだからこのケースじゃ小さいと思いますよっていうねご意見をいただきまして、ちょっとね大きいケース買ったので、今日はハムスターのお引っ越しをやりたいと思います。2匹でね、蓋してちょっと待っててもらいましょう。はい、ね、お家が完成するまでちょっとやってみましょう。じゃあどうぞ。でででーん、こちらアマゾンで買いました。これ上下あるんじゃないかな。バカ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 狭いんだよね。こうなんかいろいろね最近ね改造して、こういう風に穴がね通る抜けやつやったんですよ。開きました。なかなかねないからね。お、待ってた。じゃあできました。これねもうね結構いわゆるね、あのハムスタイでねこう開けて中やって、でこれはまあ空気入れかな。マオさん、いつも問題です。お水どうするんでしょうか。お水はですね、あ、買ったんですよね。はい、この砂遊び、これねちょっと小さすぎて砂遊びが入らなかったんで、ちょっと今回ね大きいので砂遊び買いました。でちょっと個体が大きいということで、21センチのハーモニーホイールって、これホイールっていう意味なんだね。なんか普通にそうねやつやりました。でそうお家寒いだろうから、でこれ砂と、あとこれね上ねつけれないだろうなと思って、この吸盤タイプの水入れも買いました。なのでよし早速やりましょう。じゃあ作っていくぞ。あとあれもう下敷き、下なんだっけ、あの後ろのやつも用意しないと。じゃあできました。見てください。もう意外とちっちゃいね、意外とちっちゃいね。意外とちっちゃいよね。はい、じゃあ入れましょう。もうね待ってる。カシャ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 って。あ、いた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 。でピノ入れます。はい、ピノちゃん、はい、閉めてね。お、どうどうでしょう。ちょっと知らない世界に入ったらやっぱ緊張するよね。あ、入るかい？そうね、気になるよね。だって全然違うね。入りそう。あ、入った。ちょっと待って、入るかな。入れます。高さ。そう、高さがね。入れますね。あ、じゃあちょっと待って。じゃあこう帰りが出れないかな。入った。見てるだけだ。全然出入って。うん、あの。様子を見てるだけでした。はい、じゃあどうぞ。チョコもちさん、入れます。カチャリとな。あ、やっぱすごい。お、早い早い早い。どう、みんな砂入ってから。すげえすげえすげえ。あ、なんかシャン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 やってる。あー、掘ってる掘ってる。どう？あ、餌やってない。
餌やってない、餌あげて、餌あげてください、餌これだけです、はいはい、これね、ちょっと今はもうほんと急遽買っただけなんだけど、ちょっとね、ここ穴開いてるから、上にね、なんかさ、通り抜けのね、やつちょっと付属で出たがってます、お外にツルツルになったから、もう噛む場所ないからさ、出してくれ、私やだよって言ってる、出してくれ、出してくれよ、同じことしてる、そうそう、登れるそこ、登れん、あなた登れる、ピチピチしてるから登れる、登れんのそれを、あ、後ろ入っちゃった、後ろ入っちゃった、あらら、出れるそこ、あ、出れるよね、さ、そうだよね、ネズミだもんね、出れるよね、よかったね、広くなそう、そうやって歩くんだよっていうね、こうこうやってくるけどこう下がっちゃう、そう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 、あのたくさんコメントをねいただいた方ありがとうございます、本当に初心者で至らない点もねたくさんあると思うんですけども、なんかねまたね気づいたこととかなんかいろいろねコメントいただけたらと思いますんで、よろしくお願いします。あ、あとね、なんか餌をねあげすぎだよって言ってご指摘もあったので、あのちゃんと守っております、あのフェレットのやつと、あと雑穀米のひまわりの種と、うん、そうそう、これもね買わせていただいて、でこれも買わせていただいて、ちょっとね量も少なめでねやったりとかしてます。そんなところにダメだよ、だからここ登っちゃうからやっぱちゃんとしめちゃんと閉めとかないとって感じだね。みこじチャンネル、はい、はい、じゃあちょっとこの間ね一旦終わりにしたんですけど、あの後ね、いろいろ買い足したものがあるので、それをちょっと組み立てようと思うんですけど、はい、見てこのねパイプセットストレート、これね結局なんかあの砂を入れるのを買ったんだけど、砂にね入れちゃったんだけど、これねどうやらなんか外付けみたいなんですよね、こうやってねいろいろできるのね、でちょっとお外にそう入れてみたら、ちょっとまたお部屋がね広くなるんじゃないかなと思って、はい、ちょっとねこれを組み立てていきます、はい、開けましょう、開けましょう、わーいっぱい出てきた、じゃあじゃあこれちょっと一緒にやったら大変だから組み立てちゃいましょう、ちょっと出てくるの、うん、あるよ、ちょっとまあまあ今適当でやっております、なんかこの辺も変えない、違うでしょ、上から出さなきゃいけないから、理解理解、じゃあちょっとねできてきたんで、こんな風にこういう風にねやればいいんじゃないかと思って、さ高さが足んないから、結局これが、あちょっと待ってちょっと待って、早いな、ちょっと待って、足が十分なんだ、いけんのかこれ、いける、あーちょっと待って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 、もうジョイントするんだ、ジョイントちょっとまだ早い、まだ早いけど、もう出たくてしょうがない、あ、落ちちゃう、気をつけてね、もうちょっとじゃあ行ってもらいましょう、この下にね、あと戻りできない、さ、行けるか、あ、正解です、それですね、さ、ゴールはそこですよ、ゴール地点、なんか知ってる場所にいるなみたいな、さあどうでしょう、あ、落ちちゃった、あ、そうですそうです、お見事、ゴールでございます、で、ここをこれをこれにする、あ、そうだね、そういうことです、完成でございます、完成ですよね、はい、完成です、上がってきてずっと通ってここに行くと、うん、届くよねきっと、これもうちょっと下が、じゃああれなのかね、下がもうちょっとそう長い方がいいのか、そう
どんどん短くなったんじゃない。そう、ここいるんですよ。いや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 。そんな急に行かなくても。あ、大丈夫ですか。もう重くてプラ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 してる。危ない危ない、ちょっと待って。あのさ、もうね、出たいの、この子は。もう本当に毎日カチャ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 して出たいんだよね。そろそろ出たいんじゃないんだけどなって。ちょっとお家ね、一回入ってもらって。でもそこ寝ますから邪魔じゃない。まあ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 。何何でも思ってる。これまた違うじゃん。完成です。これも確実に完成。こう見てほら、この距離感と。で、あとさ、チョコモチさん行ってくれれば、あ、行くんじゃないでしょうか。もうちょっと、もうちょっと、あ、ちょっと右かな。あ、あ、ピノさん、ピノさん行きますか。ゴール。はい、ゴールでございます。いらっしゃいませ。どうしよう、これこの3段目ぐらいにゴムをはめたいんだけどさ。おい、今じゃない、今じゃ、ほんま今じゃない。困る。じゃあもう一回お家に帰っていただいてから。だから、この人たちは、はい、はい、何怖がってんの。お、じゃあこれだけ置いときましょうか。そうですね、これ。あ、ダメですね。逆に帰らせて。待って、なんかめっちゃ肉肉。ハムっぽくなってきたね。じゃじゃーん、これ手作りです。手作り土台をね、作ったので、これをしたら土台でこう上がれんじゃないかなと。そうそうそう、これ縦の方がいいと思う。これ引っかかっちゃうでしょ。うん、そう、上がるんじゃない。あ、そう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 、でも違うんだ、ここじゃないんだな。あ、遊び場が増えたのでどうかなと思う。お、登れるかな。やばい、カリカリしやん、この子。そうなんだよ。あ、登れないかな。ムチムチする。あれ、ちょっと厳しいだろうな。ここにちょっとね、あのトンネルをね、作ったんだよね、この子の場合は。え、うん、そこで寝る可能性もあるよね。うん、そうそうそう、木だからね。あ、やばい、この子はね、ほんとね、あのトム・クルーズばりにね。うわっ、ほら、始まる。そう、ほんと、力が強くてね。あ、あっ、あっちも強いだね。で、歌もいっぱい超おお、すごい。マジ、筋肉サスケ出れるんじゃないかっていうか、筋肉半端ないね。そう、だからね、ちょっとね、お家ね。あー、かわいい、かわいい、かわいい。見てください、この子、うちの子すごいでしょ。いつもそうなんですよね。もうこの本当サスケ、これファイナルステージサスケですよ。優勝間もなくだね。ほら、歩く、すごい。エントリーナンバー8番、チョコモチ、ファイナルステージ突破です。もうすぐポポジト、お、入るかな、見て、すごいの作ってみたんだけど。宇宙船です、ここ。あ、見てほら。どう、この子ほんと冒険好きだからさ。どうでしょうか、宇宙船に入りましたよ。寂しそうに見てる。ごめんなさい、私これだけしかないのねって。すいません、あなたも十分にこれできてますよ。拭いてあげればいい。そう、拭いてあげればいい。どうしたのかな。どうした、どうした、どんくさいにもほどがあるんだろう。あなたのパパが今一番痛かったんだけど。このように砂にね、行けるところ、通路をこちらで作りまして、
この風に行けるんですね。そしたらちょっとこうね、ちょっと奥から行けるようになってずーっとちょっとこの宇宙船に今こうこうね自分の自宅に帰ろうとしておりますので、でちょっとこの買い物かごはちょっとブランコでご用意したので、もしダメだったら撤去させていただきますのでね。ほらでこの下にも入れるし、ちょっとなんかね最高のねお家ができたんじゃないかなと思って。そうこれスペースシップちょっと覗きゃ、あここつないでない。そうこれねなんか遊ぶ用で買ったんだけど、ちっちゃすぎてね転がしてねできなくて、そうもったいないなと思って。今度こそお家ができたんじゃないかなと思います。イエーイ。しばらくこれでいきます。はい、ジャニーみんな、ジャニーグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画見てね、バイバイ。いや近いから、はい。